日のメインイベントクラッシュアンダー58キロ級挑戦者決定戦、3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー JT クラブジム170センチ、58キロ、林恭平。赤コーナーネクサスジム170センチ、58キロ、大滝雄太。そして千葉由伸、勝本剛、同じく豊田が祈る、レフリー友竹孝雄。3分3ラウンド、釣りのクラブ、引き分けだったら延長期間、両手つかみなので、蹴り合いつかんじゃうので、クリンチホールディングしないように、いい、タグラバーして、はい、コーナタイムストップ。ただが林選手にローブローが入りましたので時間を止めております。再開します。セコンダリーランチ。タイムストップ。再開します。
セブン。勝者大滝裕太。ただいまの結果でアンダー58キロ級挑戦権を得たのは大滝裕太選手です。さあ、それでは本日クラッシュアンダー58キロ級チャンピオン武尊選手が来ております。どうぞリング上へお上がりください。さあ、それでは両選手に一言ずついただきたいと思います。それではまずチャンピオン、ただいまの試合を見ました、挑戦者が決まりました武尊選手、一言お願いします。チームドラゴン武尊です。今日ちょっとここ来るまではそんなあんま楽しみにしてなかったんですけど、今の試合見て結構楽しみになりました。2月6日は、大滝選手が KO勝ちなんですけど、僕が大滝選手を失神させたいなと思います。おっす。さあ、それを受けまして挑戦権を得ました大滝選手、お願いします。まず最初に今日応援来ていただいた方ありがとうございます。2月6日、タイトルマッチ決まりましたけど、まあ、そんな試合のことよりもちょっと今もう楽しいクリスマスと年末年始の時期なんで、皆さんいいお年をと、あとメリークリスマスと楽しい時期を過ごしてください。僕も楽しみたいと思います。武尊選手、2月6日はぶっ壊し合いをしましょう。最高のぶっ壊し合いしましょう。お願いします。ありがとうございました。両選手が対戦しますのは来年2015年2月6日クラッシュ51後楽園ホール大会となっております。クラッシュアンダー58キロ級チャンピオンシップ、チャンピオン武尊対挑戦者大滝裕太の一戦、ぜひご期待ください。